起源アリクイは約6000万年前の新生代始新世にその祖先が出現したとされています。彼らは魔獣類の中でも有袋蛮類に属し、特に有袋蛮哺乳類の中でも不死類と呼ばれるグループに含まれています。このグループにはアリクイの他に怠け者やアルマジロも含まれます。アリクイは中南米を中心に生息する特殊な哺乳類で、南コアリクイ、コアリクイ、オオアリクイなどいくつかの種類があります。南コアリクイは体長は約47〜77センチ、体重は約 3.5〜8キロ程度では強力で木に巻きつけることができます。コアリクイは体長は約54〜88センチ、体重は約1〜8キロ程度で、背中には黒い V 字型の模様が特徴的です。オオアリクイは体長は約 1.8〜2.1メートル、体重は約29〜65キロ程度で、尾が長くて毛深いのが特徴的です。アリクイの舌の長さは50センチにも達し、非常に粘着性のある唾液で覆われています。これによりアリやシロアリを効率よく捕まえ、舌で巣から引き出します。舌は1分間に最大150回も出し入れすることができ、この速さでアリやシロアリを効率よく捕まえます。1日に数千匹のアリやシロアリを食べることがあります。アリクイの前足の爪は非常に強力で、アリ塚やシロアリの巣を簡単に破壊することができます。この爪は防御のためにも使われ、捕食者から身を守る際には強力な武器となります。多くのアリクイは地上で生活していますが、一部の種類は地上でも生活します。コアリクイや南コアリクイは特に木に登ることが得意です。尾はバランスを取るのに使われ、木に巻きつけて体を支えることもできます。アリクイは視力が弱いため嗅覚が非常に発達しています。これを使って食べ物を見つけるだけでなく、他のアリクイや捕食者を識別します。アリクイは基本的に単独で生活し、他のアリクイとは繁殖期を除いてあまり交流しません。アリクイは単独生活を好みますが、繁殖期にはペアで行動することがあります。この期間中はお互いに鳴き声や体の動きを使ってコミュニケーションをとります。アリクイの繁殖は季節によって異なり、1年に1回の繁殖期があります。メスは通常1匹の子を産み、妊娠期間は約190日です。コアリクイは生後しばらくの間母親の背中に乗って移動します。これは捕食者から身を守るためで、親離れするまで母親からの保護を受けながら成長します。アリクイは歩行する際に前足の外側部分を使って歩きます。これは鋭い爪を保護するための独特な歩行スタイルです。多くのアリクイは夜行性であり、夜間に活動することで捕食者から身を守りながら食事を探します。危険を感じた時、アリクイは後ろ足で立ち上がり、前足の爪を使って威嚇します。これにより捕食者を追い払うことがあります。野生のアリクイの寿命は10〜15年ですが、飼育下では最大25年生きることがあります。これからもたくさんの動物の雑学動画を上げていきます。よろしければチャンネル登録をお願いします。